ネットゲーム90法来学園の冒険とは有限会社有園隊が1990年1月から1991年1月にかけて行っていたプレイバイメールである。本校ではこれを皮切りとするメディアミックス作品群についても合わせて扱う。生徒数10万人を超える超巨大学園、法来学園の生徒となり1年間を過ごすプレイバイメール。 グランドマスターは、柳川某彦が務めた。日本では2番目に行われた、商業プレイバイメールであり、遊園隊とプレイバイメールの知名度を一気に上昇させた作品である。ストーリーの軸になったのは、90年動乱と呼ばれる、学内政権のクーデター話であるのだが、オーバーツや、地球空洞説などのオカルトな要素がそれに絡み、学園ドラマというよりも、学園を舞台にした、 軍事もの電気アクションものの様相を見せた。このようなストーリー展開と舞台設定は当時としては得意なものであり、コアなゲーマー層には当時から注目されていたが、プレイバイメール終了後に出版された小説やテーブルトーク RPG が話題となり、プレイバイメールのゲーマー以外にも、蓬莱学園は知られるようになっていった。公式のメインイラストレーターは、 中村博文が担当。前作ネットゲーム88が文字と実写の写真中心だったのに対し、キャッチーな漫画アニメ風イラストを初めて全面に使用したことでゲームの認知度を高めた。中村はテーブルトーク版、小説版でも引き続きメインのイラストレーターを務めた。小説やテーブルトーク RPG などから入ってきたファンの中には放来学園から プレイバイメールの存在を知った者も,も多く、放来学園のコンテンツが、プレイバイメール市場全体のユーザー人構造化に貢献した功績は大きい。放来学園を舞台にしたプレイバイメールは、ネットゲーム90放来学園の冒険だけではない。公式なものとして、遊園体から認められている放来系プレイバイメールがいくつか存在する。他にも、 同人ベースで多くの放来学園系のプレイバイメールがいくつも行われている。上記のプレイバイメール以外にも放来学園を舞台とした作品が多数作られている。上記作品中、放来学園の革命は学園を揺るがす大きな変化が始まらんとするところで物語が終わっており未完である。復刊トコムでも復刊だけでなく 続刊を望む声が多いが、アンケートはがきの戻りが少ないことなどにより、売り上げ見込みが立たないという理由から、士見書房での観光は現状難しいとされている。またイラストは、長編は、初恋、犯罪、魔獣、が、中村博文、革命、市場、三木本春彦が担当。短編集の場合、本文差し絵は作品によって担当イラストレーターも、 異なるが、表紙に限っては、弁天女子両攻防戦は、中村白文、恋愛編、部活編、転校編は、三木本春彦となっている。短編集後書きでは、放来短編賞と名打って読者から、短編の原稿を募集していたが、放来学園デラックスさんに一作が掲載された、他は未発表である。以下の三つは、RPG マガジンにて連載。 システム的には2作目の最後に愛は勝つのみプレイヤーキャラクターの男子生徒がマドンナ役の女生徒にアタックするため過酷なゲームを競うという形式で他の2つは用意された5人の登場人物の次回の行動を参加者の投票によって決めるという形式になっているこの他にソフトバンクより出版されていたゲーム雑誌ザ・スーパーファミコンにて漫画や 読者参加ページが設けられていた。上記の読者参加ゲームとは異なり、いわゆる、お便りコーナーに近い形式だった。ありがとうございます。